いやあれ楽しい。飛ばした大塚グラビン激しくいった秋山ミドルショット大塚スリーワールがどうかシュート抜けるかジャパー決めたよく決めました篠山大塚へ空いたか大塚ここはバンクショットを決めた大塚長谷川大塚大塚のペリメーターからのショットいいですね大塚選手しっかり修正していきたいポイントでしょうね川崎として大塚ジャンパーあーナイスショット古川の前で決めたフォローを見せましたカルファニーこのパターンへハレルソンがついてバウンスパスバスケットカウントパスはうまかったですねおしゃれなパスでしたね青木のドライブ大塚に出し直してコーナーからの3さあリバウンドここは取れていますアイラブラウン伊藤お前から大塚もいったポリンギフターのオーバーも取った大塚いいディフェンスでしたねかわしてからどうするか中距離のシュートを縮めてきました大塚です再び15点激しくやり合っていますあーそしてターンオーバーになってしまった大塚ミスマッチになっています大塚選手素晴らしい活躍ですねそうですね、はい、今日は第1クォーターから当たりが出ていたんですがその終盤の4クォーターに来てここでも活躍が目立っていますベテランの大塚ですここでもターンオーバー激しいオフェンスファール中山のファールになりました、はい、次はノーフェイクですね非常にプレッシャーをかけながら守りました、はい、ボールの動き情報から大塚が奪ったドッグマンおーっと大塚奪ったここはドッグマンのファールを見ましたかこういうところですねそうですねミス続いてますもんねそしてスリーポイントですよ早い決まった引き離す大塚選手スリーポイント非常に上手ですからねいやこういうところで本当にエッジスタートの選手が躍動してくるんですよねまたミスですねちょっと新州としては立て続けに、ミスになってますし大塚選手の連続のスリーポイントですね松田が引き続きプレーを続けますそしてポイントガードは藤井です左ウィングからのスリーポイントスリーが運ぶアギラール大塚のスリーだーここで来ましたねただシュートは決まりませんフリーの状態はうまく作りましたスリーポイントシュートは決まりませんでした1個を切ります大塚早いタイミングでスリーポイントシュート決めてきました再び5点差4分経過から4クォーターここの時間スリーポイントシュート決めてきましたいや大塚選手もこれ完璧でジョーダンヒース大塚スリーポイントラインを見てスリーポイントシュート決めてきた後ろに下がりながらラインを見てのスリーポイントシュートでしたあ素晴らしいですね福山龍平そしてこの10秒遠い地下のスリーこれも決めてきましたディープスリー大塚おっとかもう一度ファジーカス2、3からゾーンからあー大塚決め切った、まあ、高さではコールビーが上はいここはスピードですね大塚の3少しボールがこぼれたところはなんとかキープしたそして45度のショット決まりましたあー来ましたね大塚選手はいスカウト外をよく見ている打ってきますわーまた面白いように決まる大塚2本目の成功今日は出番このルーツとも多くなってますから頑張ってもらいたいところワンフェイク入れてから決めていただいてオフィシャルタイムアウトを迎えます大塚大塚決まりましたお土産スベニアスリーポイント松田へさらに熊谷藤井大塚大塚打って大きたスピードでいくかどうか7秒ですねバーレルからスキップパス大塚のスリーは入りました大塚選手大塚のスリーで川崎再びファジーカス大塚
ステップバックからのスリーが決まりました。うまい。チーム作っていく上でコミュニケーション大事なので、どうしても監督がねコミュニケーションをしようとすると熱くなってきてしまうところで取られちゃいました。ナイス。ここで大塚のスリー決まっています。さあ大塚決まった。決まった2本目です。まあ、アスさんはこのイヤルバスのスリーを打てる場面をどうやって作れるかというのも一つ鍵になりますよね。そうですね。大塚来た。いやすごいな。踏み出しときたいですよね。何かこれは効くなっていう部分ですね。バッター取りたくないですね。大塚ハンスバッシュさせましたし、あれやられると結構ねダメージが大きいですね。大塚からしてあ完全に開きましたね。オープンです。しっかり決めます。第4クォーターの入り出しでまたどうなるかですね、はい、バックドア大塚から外に振ってました。最初戻ってはいきますが鮮やかな鮮やかに繋がりました。増田から篠山、大塚引きつけてアキラール次第山この狭いところを走行した。おーブロックきましたね。そして早い展開で持っていきました。ブロックでここは周りを見ます。ピース大塚中入れて弾きます。これで渋谷は1本ずつですね。まずはこれノーマークが合流した。また泣いた。ブリックか通っています。大塚、ノーブリックだよ。マッツ、マッタです。素晴らしいリアルですね。大塚かわして、おー、大きい、スリーポイント、決めた。スリーポイント。ディープスリー、大塚。これがバンクショットになって決まりました。おー、大塚も大当たり6分の4。大塚ロングスリー。いやすごい。やっぱり大きいですね。なかなかパスがうまく狙いが作れなかった。はいはい。ここから打っていってこれを決めました。決めてしれっと戻っていくのが大塚。アギラールショットクロックが5秒。大塚が行く。来た大塚。これで逆転川崎。大塚がもっと騒いでくれたアピール。これもオフェンスリバウンドからですからね。でも大塚が決めた後にこんな風にアピールするのも珍しい気がします。はい、